はい、こんばんは。2月5日じゃない、2月6日水曜日午後10時30分を回りました。4号頻号の夜第641回、今夜もどうぞよろしくお願いします。はい、今日はね、水曜日ということで、昨日ですね、普通だったら昨日パソコンレッスンを行ったんですが、昨日、母の7回忌の法要があったので、振り返っていただいて、今日、午前中パソコンレッスンに行ってまいりました。で、夕方は今日で第3回目の Google AdSense の勉強会第2期熱血 AdSense 部という、なんか部活動形式みたいな形の名前になってるんですけれど、 Google プラスのハングアウトオンエアを使って、勉強会がありました。結構ね、目から鱗の内容で結構勉強になりますね。ああいった、なんていうか、リアルタイムでの勉強会、そのハングアウトオンエアの使い方っていうか、ああいった形で使うと結構いいなって、いわゆる e ラーニングの形式ではあるんですけれど、ハングアウトを使えるなというふうに思いました。うん。進んで今日はね、ずっと、まだね、ホームページ、その Google AdSense のことも考えて、ホームページの追加を行っているんですが、一体何ページ追加するんだろう。200ページぐらい追加することになるのかなというふうに言うぐらい、多くのページを追加しているんですが、まあね、技術がないんで、ちまちまと作業を行っているんですが、まあ個人のね、サイトなんで、まあ時間かけてゆっくりちまちまやってもいいのかなと思っているところですが、だけど、今月は先月に比べて 15% 収益をアップしようという目標があるんで、しかも2月は1月よりも3日少ないんでね、その分どうやって上乗せをしようか、そのためにはちょっと早くね、ホームページを仕上げないといけないんですけど、なかなかね、いろんな用事があったりして、作業が進んでおりません。先ほども作業を行っていたんですが、本当同じ繰り返しばっかりやってるんで、もう嫌になってちょっと休憩を入れながらやっているんですが、もう腕がね、マウスを使って同じ繰り返しをするんで、もう腱鞘炎というか腕が痛いですね。あ、ちょっと待ってください。あ、すいません。ちょっとね、喉がおかしかったんで、はい、咳をしました。はい、ということでね、まあ、あまり儲けようというふうには思っていないんですけど、まあ、せっかく Google AdSense を使っているんでね、うまく収益が上がれば、まあそこから、取材費とか、いろんなお金が賄えればいいなと思ってるんですけど、なかなかね、アクセス数が増えていかないということなんで、まあ、Android 端末用のアプリ関係のページ、あと、自分がこれまで使ってきたスマートフォンに関する情報、まあ、それをね、ホームページの方に追加していこうとやっているところでございます。なかなかね、難しいですね。はい。頑張ってやっていきたいと思います。でね、お話はコロコロ変わりますけれど、8週間ぶり、献血に行ってまいりました。というか、8週間、間を空けないといけないという決まりがあるんですよ。前回の、献血で、針の差し間違いっていうか、ちょっと針がうまく通っていかなくて、まあ、通っていったんだけれど、
僕の場合、成分献血を行うんで、一回血液を全部抜いた後、透析をして、で、血小板とかを落として、赤血球は元に戻すという作業をするんですが、その赤血球を戻す場合に、血管に圧力がかかりそうなんで、ちょっと今回はやめます。で、すいません、大谷さんと一回させたので、血管の修復というかね、決まりがあって、8週間ほど間を空けないといけません。というか、8週間 ?4 週間は、8週間か。空けて、今日やっとそれが空けたので、今日で第90回目の献血に行ってまいりました。ちょっとね、久しぶりの献血だったんで、ちょっと献血が終わった後、ちょっと気分が悪くなった。と、貧血気味っていうか、フラフラしてましたけど、ロビーでゆっくり休憩をして、家に帰りました。ほんとね、久しぶりに献血すると、なんか体の感じがおかしいなという感じがしましたね。はい、またこれでね、2週間に1回、また献血が始まりました。ほんとね、究極のボランティアですよね、献血は。すんで定期的にこれからも献血ができるように。まあ、継続続けていくっていうことは僕好きなんで。まあ、うちの亡くなった母がいつも言っていたのは、まあ、僕ね、目が悪いんで、あ、すいません。先天性白内障で生まれつき目が見えません。ということで、お前は片方の目が見えないんだから、人の2倍見て頑張んなさい。人が10やれば、あなたは20、30続けてやりなさいと。できないことはないんだから、続けてやっていければできるよということで、もっと母の教えというかね、それがあったんで、まあ、1回失敗しても、2回、3回、4回と、まあ、同じことを繰り返し、やっていたことを覚えてますね。本当、まあ、先天性なんで、車の運転免許なんかは取れるんですが、後天性の白内障の方は、もう運転免許は取れません。僕は先天性だったので、まあ、運転もできるんですが、教習所でも何回も打ちましたね。やはりその、感覚というか、あれがつかめなかったんでしょうかね。結構、追加料金を払って、遅くまで、練習をやって、なんとか、運転免許も取りました。うん。そんで、やはり、なんか、人よりも落ち目を感じるわけではないんですけれどね。まあ、継続して、塵も積もれば、なんとやら、ということで、教員の頃は、学級通信を毎日発行してまして、2002年教員を辞めるまでに8000号ぐらい、学級通信も作ってましたね。ですんで、なんかね、続けて、この放送ももう641回続けてますし、続けて何かをしようということは、そんなに苦痛ではないですね。うん。だから、継続することは力なり、継続は力なりという言葉がありますけれど、本当うちの母はいい言葉を残したなということですね。はい。これからも継続して、やっていけばできないこともできるようになるだろうということです。まあ、剣道もね、やってましたけれど、体罰が今問題になってますけれど、そんな体罰殴られたということはないですけど、練習中に竹刀でボコボコ打たれることはあるんですが、あくまでも練習中なんで、その竹刀でね、練習じゃないところ、足とか叩かれたりするっていうことはなかったんですけど、でもね、これ言っていいのかな、今の
県の教育委員会の管理職、偉い人、学校教育課の課長クラスの人、今校長先生だよな。その僕の高校の頃の剣道部の顧問の先生と今どっかの高校の校長先生になってる方、ちょっと考えを改めないとダメですよ。剣道の竹刀ってあるでしょ、その剣道の竹刀を短くするんですよ。練習で竹刀が折れて使えないのがいっぱいあるんですよ。そのね、使えない竹刀の竹を短めにして、ミニ竹刀というのを作るんですね。その頃流行っていたんでしょうね。ミニ竹刀を授業中の、黒板を刺す棒かな。はい、ここ注目、トン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 やるときの、刺し棒。それを短い竹刀でやっていたんですね。あろうことが、まあ、誰とは名前言いませんけれど、その元剣道部の顧問の先生、その刺し棒で使っていた竹刀を授業中、生徒の頭をボコッ殴ってましたね。あれも体罰だよね。まだ現役の校長先生です、お二人とも。ね、あれはちょっと考え直さないといけないと思いますよ。なんであった短い竹刀が流行ったのか。僕らの頃はね、短い竹刀にして何するかというと、素振り、左手を鍛える素振りとか、あと二刀流もあるんですよ。二刀流用の短い竹刀もあるんですが、うちの仲間には二刀流はいなかったんですけど、二刀流として短い竹刀、長い竹刀を持ってやるっていう人もいるんでね、まあ、その真似でやっていたんでしょうね。ちょっと授業中に竹刀を持ち込んでくる先生、今いないよね。いないですよね。まさかその短い竹刀で授業中刺し棒の代わりはなくて、生徒の頭をボッコンボッコン殴ってる先生もいませんよね。僕らの高校の頃はいましたんでね、ちょっと気をつけてほしいと思います。割とね、剣道は防具をはめているんで、上から何段前はボコンボコンやられてもそう痛くはなかったんですけど、でも剣道面を外して普通の生活すると耳がね、聞こえなくなってくるんですね。それ僕の仲間も耳が遠い人って言いますよ。聞こえないって。なんで剣道で頭をボッコンボッコンやられて、耳に来たっていう人がね。だからちょっと、それは体罰じゃなくて、まあ、練習中の故障なんで、まあ、特に問題ないんですが、面を外して先生から平手打ちされたっていうことはなかったですね。僕は剣道なんで、礼に始まり、礼に終わる。まあ、柔道と同じなんですけれど、礼儀を重んじるスポーツ、武道で、礼儀的ないじめみたいなやつ、例えば歓迎校をしようとか、わざわざ寒い日に練習するとかね、自分の精神をいじめるっていうか、どのくらいその我慢できるのか、まあ一種のも我慢比べみたいなもんですけど、そういった練習は歓迎校ということであったんですけどね、まあ、体罰が横行していたということは、まあ短い持ってボッコンボッコンやる先生もいたけど、剣道の練習中にはそうなかったですね。ましてや平手打ちでバーンとやる先生はいなかった。でもね、小学校の時の道場の先生はやってましたね。怖かったけど、僕はおとなしい子供だったんで、歯向かうことはなかったんで、なかったんですけどね。はい、柔道に比べると剣道はそうないのかな。まあ、剣を極める。柔道もやらぬ道、
どう道がつくんでね、本当は礼儀を重んじるスポーツなんで、まあそこは気をつけないといけないでしょうね。まあ剣道はオリンピックの種目にないんで、まあオリンピックには影響しないんですけれど、まあ剣道はオリンピックの種目にこれからも入ることはないと思いますが、柔道はね、日本のお家芸なので、ちょっと頑張って、まあ、井上康生、男子の監督、井上康生監督あたりがね、若い力で今の全柔連を変えていくということで、指導体制を変えていってもらいたいな。ほとんど男子の、柔道男子の話は出てこないで、同じ全柔連なんで、井上監督はどう思ってるんだろうか、男子の指導方法はどうしているんだろうかというところが、なぜマスコミは報道しないんだろうというところなんですけどね。女子ばっかり言われてるでしょ、かわいそうだよなって。空港で無言でヨーロッパ選手権に向かっている、ね、様子をテレビで見てましたけれど、まあね、かわいそうだよなって。男子はどうなんだろうかっていうところもね、きちっと報道して、井上康生監督が、どういった方法で体罰なしで練習やってるのかっていうところもね、きちっと伝えてほしいなと思います。はい、ということで、まああちこち言語頻語な話をして申し訳ありません。なかなかね、キャンプの取材に行きたいんですけど、なかなかキャンプの取材に行けないという状況であるんで、ちょっと近々ね、まあ、WBC の取材に行けたらいいんですけど、なかなか行けません。頑張って、今のホームページの更新を行っていきたいと思います。これからもね、この放送が終わって作業を行います。本当もう、ルーチンワークで、同じことの繰り返しやってるんで、もう飽きてくるし、もう右手が痛いんですけどね、収益アップのために、なんかおかしいな。収益アップのために頑張りたいと思います。はい。ということで、今夜の、四五金五な夜、この付近で終わりにしたいと思います。明日木曜日も同じ時間帯に放送しますんで、お時間ございましたら、どうぞご覧ください。それじゃ、失礼します。